こんにちは、柴田です。今回は割と珍しめなフェルナンデスのリッケンバッカータイプをレビューいたします。これね、初めて見ました。フェルナンデスのリッケンタイプ、これはね、カタログにもないっすよね。かなりね、幻的な一品なんじゃないかなというふうな感じがいたします。忠実に再現されているようでして、これね、スケールがめちゃめちゃ短いんですよね。超ショート 530? で、重量3キロと。ボディもネックもメイプルになっているんですけれども、めっちゃ軽い。芝はローズウッドなんですが、塗装がね、結構しっかりとされてる感じで、わかります？このテカリ、メイプルネックのような感じ。ローズの上に塗装がされているという風な状態です。オリジナルのね、まま残っているので、結構ねレアじゃないですかね。貴重な一本じゃないかと思います。多分ね、90年代のね初頭ぐらいじゃないかなと思うんですけど、カタログに載ってないっていうところがね、これまたね貴重っすよね。3ピックアップになっておりまして、ビグスビーだけど、これはビグスビーというか、まあ、フェルナンデスオリジナルっぽいですね。まずこの3ウェイがどうなってるかちょっとチェックしてみます。まあ、その前に生音いきましょう。うわ、超ミニ、ミニギター的な感じですね。まあでも生音悪くないですね。うん、なんか結構しっかり鳴ってくれる感じです。これね、つまみがねどうなってるんですかね、ちょっとチェックしていきましょう。おー、らしい、素晴らしい。出音もね結構早い。でも本当、立憲らしい感じですよね。うん、ちょっと歪ませてみましょうかね。ミックスいいですね。立憲らしさがしっかりと。珍しいギターというところで、今回はリッケンタイプのフェルナンデスをご
ご紹介させていただきました。まあ、本家と比べると価格的にはかなり抑えられているかと思いますので、ぜひぜひ気になる方はチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。